皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日は2020年リリース予定となっています幼女戦記魔導士各戦えりというアプリ、通称魔導角についての情報を皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。まず幼女戦記とは何だという方のために軽く幼女戦記のことを説明いたします。まずライトノベルなんですけれども、元はオンライン小説というものなんですが、そこから書籍化、サウンドドラマ、漫画、アニメ、映画などなどメディアミックス展開が行われているものになります。2020年5月時点でね、650万部というすごい数字を突破しているんですけれども、まあこちらのものなんですけれども、第一次世界大戦と第二次世界大戦が混ざったような状況の、まあヨーロッパに似たような感じのところで、まあ初めての世界大戦を経験するというような世界が舞台となっています。まあ今ではよくある設定なんですが、まあ世界にね、女の子として生まれ変わった元日本のサラリーマンが生まれたところの軍に所属をするという話になっています。そして所属する帝国の兵隊として敵対国家軍とどんどん戦っていくというものが物語の話になっています。まあこの幼女戦記という中では、国名は呼ばれずに主に協商連合とか共和国、連邦などと呼称されるようになります。そして普通の戦争とは違い、魔力のある人物が貴重な戦力となっており、魔導士戦というものが展開されていきます。そこには女性でも資質があれば徴兵され前線に投入される世界観というものになっています。主人公は幼女として生まれ、まあ幼女として普通に個人で育っていくんですが、時折ね、そこから魔力があるというところで素質がすごいなということになり、軍に迎え入れられ、そこから戦場に赴いていくというようなものがストーリーになっています。まあいろいろあるんですけれども、まあ、存在主を名乗る存在 X、 創造主だね、を名乗る存在 X というもので、信仰心がない主人公なんですが、そこから信仰を信じることにより、まあ、特殊な力を得ることができるということで、自身が嫌いな信仰する力を駆使して戦っていくというようなものになるので、そこも見どころになるというふうになります。時折ね、コミカルなところもあり、まあ本人はね、広報勤務で順風満帆に生活したいなということを目論んでいろいろやっていくんですが、その思惑は外れて、軍の上層部からはもっと戦争したいのかこいつやるなというような感じでバンバン進んでいくというようなコミカルなところもあるので面白いです。そんな幼女戦記のアプリということになります。まあリリース日は2020年まだ先なんですが、今もうすでに事前登録は開始をされています。30万人までいけば SS 武器確定と11連ガチャができるよということになっているそうです。もちろんこのスマホゲームなんですが、幼女戦記初のスマホゲームアプリとなっています。そして原作者原案のオリジナルストーリーが展開されるということで、このさ、登場人物の視点で描いたらストーリーが RPG ゲームとして展開されるというのはめちゃくちゃ興味津々だなというふうに思います。俺幼女戦記大好きなんですよね。そして敵とのバトルを通じた幼女戦記の世界を追体験できるということで、舞台は5人の魔導士を編成し、ポジションごとに武器、軍装、作戦予備という3種類の装備を使って戦いに挑むというふうなものになっています。もちろんね、原作キャラクターもどんどん出てきます。ガチャで強力な武器、ポジションを持つキャラクター等も得るというところがとても重要なことになっていくんじゃないかなというふうに思っています。ではね、今ちょっと画像に映っています。まあターニャ・デグレチャフ、まあ後々ターニャ・フォン・デグレチャフというものになるんですが、こちらが主人公になります。まあね、帝国軍の航空魔導士官なんですが、白く透き通った肌を持つ、まあ金髪ですよね。そして緑の目の幼女というふうになっています。まあ士官教官かね、受けて将校となって航空魔導士として戦っていくということになります。まあ魔導大隊を後々率いることになるんですが、この子を中心に進んでいくものと
なっています。そして次ですね、こちら、まあ、B 社なんですけれども、まあ、あの帝国軍の航空魔導士になります。まあ、ターニャが務める魔導大隊の副隊長に勤めるということにもなっており、この子もねかなり重要なキャラクターになっているというところがわかるかなというふうに思います。本名ねめちゃくちゃ長いんですよ、まあ、そんなにだけど、まあ、あの某ねルイズに比べたら全然なんですけど、ビクトリア・セレブリア・コーフ少尉ということで、ちょっと噛んじゃうような可愛らしい名前をしています。ビクトリア・セレブリア・コーフ少尉ですね、噛みました。ということで B 社というふうに呼ばれている女の子です。まあ、兵士としての自覚は少し欠けてますが、ターニャの元でガンガン次第に成長していくということがあります。まあ、このシーンなんですけれども、まあ、あの36時間立ち続けに防衛訓練が行われたシーンで、 B 社真っ先に避難用の穴を掘るんですが、ここね訓練直後にまさかの実弾も混ざっているかもなということで、実弾が飛んでくるということで、そこまでやるかっていうね叫んでるところの B 社の絵になります。まあその他にも原作キャラクターがバンバン出てくるですけれども、あとはグランツ、バイス、ケーニヒ、ノイマンというところも、まあ、魔導団体のね、まあ、各隊長を務めるんですけども、203大隊ですね、中隊長を務める第2中隊長、そして他にもケーニヒは第3中隊長、ノイマンは第4中隊長ということになりますね。グランツは第2中隊所属というところなんですが、まあまだね潜在能力が高いということですが、まだ新人だからなかなかできないねというところのキャラクターが男性たちも出てきます。まあもちろんね、あの女性はバイスだけだったんですけれども、今回ですね新キャラクターということで、新しいキャラクター、オリジナルキャラクターが出てくるというのが出てきます。まあ両方ね女性ですね。まあ魔導大隊ですね、女性はバイスともちろんターニャしかいなかったんですけれども、今作アプリの中では新しい新キャラクターが出てきます。この2人ですね、ニコル・フォン・レーベンシュタインとクリスティーナ・プリングスハイム、この2人が女性士官として新しくターニャたちと一緒に出てきます。今ね公式サイトの方でもどんなキャラクターかなということが出ておりますので、ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。ここでは公式の設定をちょっと紹介させていただきます。ニコル・フォン・レーベンシュタイン、貴族の家柄であるものの暮らしはさほど豊かではない。幼い頃から納得がいかないこともあり、戦争で武功を立てて価格を上げるべく自ら軍に入ることを志願した。そして魔導適性が認められたために203大隊ターニャ・フォン・デグレチャフのところに入ったということです。そして、まあ、貴族というところなので、フォンという名前が称号として与えられています。そのためニコル・レーベンシュタインではなくニコル・フォン・レーベンシュタインですね。まあもちろんねターニャも白銀フォンを持ってますので、貴族レベルということでターニャ・フォン・デグレチャフというふうに名乗るようにも許されています。こちらニコルなんですけれども、雪山で1ヶ月訓練を共にしてきたということもあり、大隊の面々とはそれなりに来やすい関係にもなっており、先ほど紹介した名前だけしか紹介してないですが、グランツとは武功を競い合うというところもあるそうです。必ずや多くの敵将を打ち取ってみせますということで、やはりやる気にかなり満ちているキャラクターというふうになっています。では次にですね、右側に画像を映っていますクリスティーナ・プリングスハイムについての紹介をさせていただきたいと思います。規律遵守、軍紀絶対の超真面目ということで、真面目キャラクターというふうに出ています。元陸軍出身で訓練教官を務めていたこともあるベテラン兵士、魔導適性を認められたことから魔導士として再教育を受ける。陸軍から魔導士として203団体に入るんですね。現場経験も豊富です。上官の命令に忠実で、規律第一の真面目一辺倒な人間であることから、やがて使い勝手よしの良い部下として認められるようになります。実は主語で、戦争後の祝勝会では黙々と敗を重ねているが、虫嫌いな側面もあります。ちなみに主人公のターニャは、まあ、あるところから手に入れたチョコレートとかね、ああいうものを、甘いものが好きなので、こっそり仕入れてきて食べるというところも可愛いところでもあります。
まあ、幼女戦記の世界が追体験できるというのはめちゃくちゃいいかなというふうに思っています。やはりね、オリジナルシナリオがすごい楽しみですよね。はい、ということで軽く幼女戦記魔導士各戦いりの紹介と新キャラクターについて説明をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあね、まだ2020年配信日としか決まっていませんので、今後どうなるかなというところでちょっとすごい楽しみではあるんですが、まだまだ先の話かなというふうになっています。まあ、公式サイトやね、公式ツイッターの方でももちろんこのゲームの詳細を知ることができますので、よければ皆さんそちらを見ていただけたらなと思っています。幼女戦記ファンの皆さん、首を長くして待っていると思いますが、私もこうやってね、時折公式サイトや情報をチェックして、あー、まだかなまだかなというふうに楽しんで待っています。よければ皆さんも幼女戦記魔導士各戦いりというゲームをね、楽しみに待っていただけたらなと思っています。今回はまだリリースされていませんが、新しいアプリの情報についてお話をさせていただきました。今後もね、まあ、新作ゲーム、そして今上げているアプリのゲーム、そしてキャラクター紹介、ガチャなどなどをやっていこうと思っていますので、よければまた見てください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。また別の動画配信でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。またねー。